ホスピスか。そう、数年前にレスリーが治療を受けていた。彼は慣れ親しんだ場所にきっと来るはずだ。ここがどこか知ってるんだろう。私の弟が管理しているホスピスだ。受け入れてくれる。質問の答えになっていない。正直に言うとわからん。私は正気を失っていて君は幻覚かもしれない。だが私は患者を守る義務を果たす。その尊厳は失ってないつもりだ。君にも警察官としての義務があるだろう。弟も嫌な奴でなければいいんだが。良いものを見つけましたね。こちらへどうぞ。どこに連れて行くつもりだ。虫か。カステヤノス刑事、このような鍵をお持ちですか？その鍵があればこちらの扉が開きます。中のものはご自由にどうぞ。必要な時はいつでもおいでください。
全部向いて、さあ静かにして、いい子にしてくれ。おい、ドクター、やめろ。バレリオ、私だ。先生が優しくしてあげよう。弟のバレリオだ。レスリーの主治医だ。全部向いてあげる。何もかも見せちゃおうか。おい、何をしている。何があったというんだ。ありえない。ルビクであるはずが。そんなはずはない。
全く信じられん。こんなことが起こるとは。したか。助けて。よかった。ドクターヒメネスだぞ。もう安心だ。待て、ドクター。何かが来る。なんか。落ち着きなさい。ここに留まるのはまずい。この辺りで安全な場所は？そんな場所はなさそうだ。うん。出られない。早くこっちだ。逃げられない。階段が消えた。どうやら全員狂い始めたようだな。狂い始めた。そんな、まさか。ルビック、お前なのか。レス、お前は誰だ。よし、追うんじゃない。何？ドクター、レスリー。クソ。なっているんだ。
で戦うのは無理だ。やつだ。